皆さんこんにちは、辻真一です。スローライフっていうのは何でしょうか。それはスローダウンしようってことなんですね。もっとゆっくりしよう、つまりこういうことです。我々は今、我々の産業活動、経済はあまりにもスピードアップして早すぎるんですね。だからもうまず自然界がついていけません。他の生き物たちが、地球がついていけなくなってしまってるんです。それが環境問題です。と同時に、我々があまりにも早く先を急いでいるので、もう私たちの大切な人たちが、子どもたちが、お年寄りが、仲間たちがもうついてこれなくなってしまってるんです。経済が私たちに強いるスピードが、もうコミュニティを、我々の地域を、そして自然界を壊してるんですね。こういう生き方の先には未来はありません。ですから、私たちが自然界と一緒に生きていけるところまでスローダウンしよう。私たちの大切な人たちと一緒に生きていけるぐらいまで、私たちはスピードを緩めなければいけない。それがスローライフということだと思います。もちろん、こういうシステムの中に生きているわけですから、それを変えることはそんなに簡単なことではありません。明日ガラッと全てを変えることはできないと思います。でもそのための変化は今日今始めることができると思います。私たちは小さな存在ですけども、私たちができることをまず今日始める、それを淡々と進めていくこと抜きに、大きな変化っていうのは期待できないと思います。南アメリカに伝わるハチドリのお話をしたいと思います。森が燃えていました。動物たちは悪さきにと逃げていきます。でも1羽のハチドリだけがくちばしの先に水を運んでは森の火の上に落としていきます。それを見ていた動物たちが笑います。ハチドリ、そんなことをして一体何になるんだ。ハチドリはそれにこう答えたそうです。私は私にできることをしているだけ。私たち一人一人がより良い世界を望むハチドリだと思います。私たち一人一人がハチドリとなって、私にできることをしていく、それが集まればきっと森の火は消すことができると思います。地球温暖化を止めることができると思います。より良い世界を作ることができると思います。